何が悪いんですかと。これは私が総理に就任前からやっている勉強会なので、これはですね、全然国民からの不満とかね、不満とかを持たれるようなものではありませんというふうに言ってるわけですね。で、私はこういった今のですね、政治の中枢になっている、日本の国家を動かしているはずの政治家がですね、こうやって全くもう、日本は国民だともう、税金を払うだけでも、生活やっていただけると大変なので、まあ、一番パーティーやる方だよ、裏の日記の方だよ、何ですか、自分の気に入った方法を、元気に勝たせるために、賄賂を、待って歩いた。意味がわからないって感じなんですね。ですから、私は、先ほど申し上げたように、全く政治の経験はありません。だけど、少なくとも、政治家はですね、自分のお金のために政治をやってるような人と比べたら、政治をやったことない私の方が、まだマシなんじゃないかというふうに思ってます。そういうふうに、まあ、思ってます。